時計は、筑波の先輩からいただいたもので、カシオの G-SHOCK ってやつですね。なんか、僕も確か小さい頃に、腕時計、子供用のやつだと思うんですけど、G-SHOCK をなんかつけてた記憶があるんですけど、まあちょっともう、どこにあるのかも覚えてない、家のどっかにはあると思うんですけど、大人になってから、初の G-SHOCK は先輩から譲っていただいたもので、大切に使っています。やっぱり、自転車に乗るときとか、僕が他に持ってるスウォッチってやつと、ラド RADO、ちょっと向かないんですよね。汗とかもかくし。そういうときはやっぱりこの G-SHOCK、すごく、いいなと思って。ただちょっと重いんですよ、この時計自体が。なので逆にちょっと自転車乗ってる時につけてたらちょっと重いなって手に感覚があるっていう感じで、でも文字盤もすごく見やすくて綺麗で、あとは日付、機能っていうのかな、日付がここに書いてあって見えるのですごい便利ですね。G-SHOCK。かっこいいですね。ショック。強い。おお、だいぶ綺麗になってきた。やっぱ消毒、今日朝清掃したとき、綿棒でやればよかったってちょっと後で思って。綿棒と消毒液。手につける消毒液ですけど。まあまあ。おお、綺麗になってきた。やっぱこうやって自分でメンテナンスするのって楽しいですね。うん、綺麗になってきた。もっと細かい、綿棒の細いやつとかがあれば、もっとこう、細かいとこまでできるんですけど。まあまあ、自分のできる範囲で。お店とかでもやってくれるんですかね、清掃って。なんかさっきエアコンの清掃の動画あげたんですけど、あれ見てるだけですごい気持ちよくて、エアコンの中ってあんな汚いんだってちょっと驚きましたね。なんかオーナーさんに聞い、あの大家さんに聞いたら、でもなんかあなたが入る前、去年の夏冬清掃一回したんだけどねって言われて、それで半年であんな汚れるかと思いながらちょっと衝撃を受けて。皆さん、ワンシーズン終わったら一回清掃。まあ、プロじゃなくても自分でできるやつもあるみたいなんで、やった方が絶対いいと思いますよ。空気全然変わりました。だいぶ心が晴れ晴れした。空気大事なんだ。まあ、当たり前ですけどね。空気清浄機買おうかなとか思ってたけど、空気清浄機も大事だろうけど、それより何よりまず部屋の埃を減らして、冷房とかのクーラーのエアコンの点検というか、エアコンのなんか寿命も伸びるって言ってたし、エアコンの寿命も伸ばして自分の寿命も伸ばすという、まあ7000円とそんなにもちろん安くはない金額ですけど、まあ年に7000円1回って考えたらまあ悪くはないのかなって思いました。よし、ここが汚い、ちょっと待ってよ。これいただいたのが確か今年の1月の、中旬ぐらいだったんですけど、まあその時はコロナが流行ってる時期じゃなかったので日本に帰ってて、1月の21日かに戻ってきて、まあ、そこからもう半年使って初めてこんだけ綺麗にしてます。まあ、ちょくちょくはしてたんですけど、消毒液とかは使ってなかったんで。かっこいいな、やっぱり。今持ってる時計が日本製とスイス製が2つ。あ、でもこれ、あれなのかな。ケースインタイランド。あ、だから部品は日本製かもしれないけど、組み立てはケースを作ってるのはタイランド。じゃあ日本とタイのコラボレーションってことですね。
他の国の時計も使ってみたいなってちょっと興味が出てきてて、なんかおすすめの、まあそんなに高くないあの時計でおすすめがあったら皆さんぜひ教えてください。やっぱ時計っていいですよね。なんか当たり前だけどやっぱ好きだわ。なんかこういう、あ、ここちょっと切れて、少し切れてる。なんか最近そのアナログのものが好きになってきて、フィルムカメラとかこういう時計とかやっぱいいですね。よし、そんな感じです。それでは。